昭和41年頃、姉さんたちには懐かしい青春の日々。でも私は当時小学校5年生。七子姉さん、私太鼓今日出発するけど、お母さんは今日はお出かけ。でも怒ってたわよ。あなたお見合い断ったでしょ。27にもなってあんないいお話もうないわよって。お母さんったらそればっか。晴れとどれが一番好き？曇り。あ、同じだ。でも考えた方がいいわよ。あなたももう若くないんだから。そうかしら。そうよ、いつまでもルンルン気分じゃダメよ。それにあなたも物好きね。去年は野良仕事まで手伝ったんだって？そうよ、稲刈り。今年はね、紅花摘むの。紅花？そう。あの頃をしきりに思い出すのは、私にさなぎの季節が再び巡ってきたからなのだろうか。